Spinner。 おはようございます、アシュリーです。4月7日木曜日、世界で今起きていること。このポッドキャストではニューヨークのニュースルームから世界に向けて今まさに発信されたニュースレターを声でお届けします。中国の国営製油所はロシアとの石油取引を避けている。アメリカは中国に対してロシアを支援した場合の制裁も示唆していますが、シノペックやペトロチャイナなどの中国国有企業は中国政府からの注意勧告に従っています。 IEA が1億2000万バレルの石油を放出する。アメリカと同盟関係にある31の IEA 国際エネルギー機関加盟国は、燃料コストの高騰を抑制するため過去最大の石油備蓄の放出を計画しています。協調放出の内訳は、アメリカが6000万バレル、その他の加盟国が6000万バレルです。燃料と肥料の価格高騰により、ペルー全土で抗議デモが発生した。燃料分野の対ロシア制裁に関連して発生した反政府デモで5人の参加者が死亡しました。フォルクスワーゲンはいくつかの車種を廃止する。サプライチェーンの制約のため、フォルクスワーゲンは来年エンジン車のラインナップの 60% を段階的に廃止せざるを得なくなりましたが、電気自動車の新シリーズの計画は予定通り進んでいます。香港で治安機関の元トップが指導者に立候補した。2019年に香港で大規模抗議デモが起きた際に、治安機関トップの保安局長を務めたジョン・リーは、キャリー・ラムの後任の行政長官候補として中国当局からの支援を受けているようです。ミャンマーは銀行に対し、外貨を現地通貨のチャットに交換するよう強制。ミャンマーの軍事政権は通貨の価値を保つために幅広い取引にこの要件を課しています。今日のニュースの参照元は概要欄にまとめています。明日のニュースが気になる方はぜひ Spotify、Apple Podcast、Amazon Music でフォローしてください。 Quartz Japan では世界の最先端を毎日2通ニュースレターでお送りしています。他にも世界で暮らす女性の喜びや悩みを伝える新シリーズ Portrait of Me がスタートしています。詳しくは概要欄に載せていますので、ぜひこちらも見てみてくださいね。アシュリーでした。Have a great day!